国鉄キハ40系機動車アメツチアメツチは、西日本旅客鉄道よ名ご支社が2018年7月1日から運行開始した観光列車。山陰本線の鳥取駅から出雲市駅の間での運行されている。なお、貸切団体臨時列車としては、出雲市駅から増田駅の間でも運行されることがある。2018年7月から9月に開催された。 参院デスティネーションキャンペーンに合わせて運行開始された。2017年6月に運行開始して以来好評を博しているトワイライトエクスプレスズ風に続き、ズ風よりさらに手頃に身近に感じられつつ参院を満喫できる列車として計画、製造された。なお、通常の運行とは別に貸し切り団体臨時列車としては2019年から 出雲市駅西にも乗り入れることになった。列車愛称の雨土は山陰地方が舞台の神話が多く収録されている古事記の書き出し、天地の初発の時に由来する。山陰ディティネーションキャンペーンにおいて、当列車は雨土天地の初発の時とも案内がされる。車両の前面、側面に取り付けられるエンブレムは太陽、神々、白ウサギなどがモチーフとなっており、 製造は、島根県出雲市内の企業が行う。座席は、全席グリーン車指定席で、鳥取駅出雲市駅間を4時間弱で結ぶ。土曜日、日曜日、月曜日を中心に1日1往復、年間150日程度運行される。平成30年7月豪雨のため、2018年7月7日8日は、運休になった。五感で楽しむ三院と称し、 景観を楽しむため普通列車の時速9 5トルを下回る時速8 0トルに速度を抑える。大戦新事故、日井川などの見どころや、雄大な日本海を眺められる区間は時速4 5トルまで助行運転を行うほか、車内では山陰地方の地産品や地元にちなんだ食事、飲み物が提供される。また演出やイベントの企画の際には、 地元の協力を得ながら、山陰色豊かなものとされる。雨土のテーマという音楽曲が制作されており、発車時などに流される。車内では、蒸気のような食事や車窓風景のほか、おみくじが楽しめる。全車両が、クリーン車指定席のため、青春18切符の利用はできない。鳥取駅、倉吉駅、与那茂駅、安木駅、松江駅、出雲市駅、木波47型を改造した。 専用車両が使用される。定員は59名。車両デザインは、出雲市出身の映画監督である、西木織吉成と松江市出身の美術監督である、吉田登が担当したほか、改造は、JR 西日本テクノス及び、後藤工業が担当した。コンセプトは、ネイティブジャパニーズで、山陰地方の豊かな自然をはじめ、神社、お酒、歌舞伎、 相撲などの山陰地方発祥とされる日本文化の様々なルーツを車両にデザインし、山陰ならではの古くて新しい日本を発見する旅が演出される。塗装は、側面上部は山陰の美しい空と海をイメージしたコンペキ色。側面下部にはかつて栄えたたたら製鉄にちなみ、日本刀の葉をイメージしたグレート、シルバーで塗装されている。また車内には、至る箇所に、 鳥取県、島根県両県の工芸品を使用。天井照明のシェードには、鳥取県産の飲酒和紙が、テーブルには、島根県産の石州瓦が使用される。また出入口付近には、鳥取県産の弓浜ガスり、倉吉ガスりと島根県産の安木寄り、出雲式が展示される。一号車は、窓側壁面に、島根県産の大きな黒松が使用されている。 また洗面台が設置され、手洗い機には鳥取県産の岩井用が使用されている。二号車は窓側壁面に鳥取県産の地図杉が使用され、車両後部には島根県産のミニチュアの家具内装が展示されている。また物販カウンターが設置され、のれんには鳥取県産の西尾絞りが使用されている。ABC 産ンエリアでの新たな 観光列車の運行について JR 西日本ニュースリリース ABC 参院線に新しい観光列車雨土運行へ。 nhk ニュースウェブ http コロンスラッシュスラッシュ www 三ドット nhk ドット o r ドット j p スラッシュニューススラッシュ html スラッシュ二零一七零八一八スラッシュ k 一零零一一零三二八一零零零ドット h t m l 二零一七年八月八日閲覧 a b c d e f g h i j k l 三員を走る 新たな観光列車、雨土を彩る、工芸品及び、運行スケジュールについて、西日本旅客鉄道、https コロンスラッシュスラッシュ ww.westjr.co.jp スラッシュプレススラッシュアーティクルスラッシュ2018スラッシュ02スラッシュページ 11958HTML2018 年3月1日、閲覧。 abcdef, jr, 西観光列車雨土7月デビュー伝統工芸で車内彩る。イティメディア。 h t t p w w w i t m e d i a c o j p b u s i n e s s s p v 1 8 0 2 2 8 n e w s 1 2 8 h t m l 2 0 1 8年3月2日閲覧 ?abcde 山陰走る新観光列車雨土7月デビュー産経ニュース http://www.sanki.com/smp/west/news/180228/wst1802280092-s1.html2018 年3月2日閲覧 ?abcdef 雨土七月から鳥取出もし新観光列車島根 毎日新聞。https コロンスラッシュスラッシュ main ichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20180301スラッシュ ddl スラッシュ計算にスラッシュ020スラッシュ 422000c2018 年3月2日閲覧。abcd, jr 西日本雨土ツ山陰本線の新観光列車デビュー。山陰 dc 開幕。 マイナビニュース。https://news.mynavi.jp/.article/.20180701-ametuci/.2018 年7月2日閲覧。AB 観光列車、雨土が、島根県岩見地方を運行します。JR 西日本ニュースリリース。 内閣に山陰走る新観光列車 JR 西雨土産経新聞 http コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュ s スラッシュ news スラッシュ一七零八一七スラッシュ wst 一七零八一七零零零八四八 n 一 .html 二零一七年八月八日閲覧 観光列車雨土、西日本旅客鉄道、2018年5月23日閲覧。鉄道の旅、雨土神話の国巡り参院の食感能、おみくじや、限定は菓子も、日本経済新聞長官2018年12月1日、日経プラス19面。新観光列車、雨土2018年夏、デビューコンセプトは、日本のルーツ、乗り物ニュース。 https://trfficnews.jp:/post:/783262017 a 年8月20日閲覧。ありがとうございます。